フト、どんな感じ？何か変わった？はい、ソフィー。また記憶が戻りました。知識の大釜についてです。本当？ついに思い出したんだね。ねえ、知識の大釜ってどこにあるの？残念ながらそれはまだですが、知識の大釜がどのようなものなのかは思い出しました。考えてみたら、私知識の大釜が何なのかすらよく知らないし。以前、私たち錬金術師は素材が持つ願いを叶える手助けをしているという話はしましたね。ああ、うん、覚えてるよ。一応知識の大釜は素材が持つ願いの力を増幅させることができるという道具なのです。結果、本来錬金術師自身が加えなくてはならない力を軽減することができるようになるのです。素材に力を加えるという工程は本来才能に左右されるもの。しかし、知識の大釜を使えばその才能を持たなくとも錬金術を行使しうるということです。よくわからないけど、つまり知識の大釜があれば誰でも錬金術が使えるようになるってこと？はい、その通りです。そして、すでに錬金術が使えるものであればより高度な錬金術が行使できるでしょう。なるほどね。それにしてもプラフタ、プラフタってなんでそんなに知識の大釜に詳しいの？いくら昔錬金術師だったって言ってもさ、知識の大釜って伝説のような道具なんでしょ？そんなことですか。簡単な話です。知識の大釜を作ったのは私ですから、詳しくて当然です。そうだったの？はい、つい先ほど思い出したばかりですが。あれ、そんなすごい道具を作っちゃうなんて、プラフタってもしかしてすごい人だったりする？さあ、それは分かりかねますが、きっとすごい人だったのではないでしょうか。あっさり言うなあ。あ、プラフタ、もう一つだけ聞いてもいい？プラフタってなんで知識の大釜を作ろうと思ったの？それだけすごい道具なんだもん。やっぱりすごい理由とかがあったりしたの？それはなんででしょう。すみません、まだ思い出せません。そっか、残念。1, 2, 3